オジョケラトプスは、ニューメキシコ州産不安の中世海上部白亜系、マーストリヒチアン街の中のより古い地層から、発見されたケラトプス類に分類される恐竜で、角張った臨場骨によって特徴を付けられる。断片的な化石のみで知られるが、推定全長は9メートルと最大の角竜として、有名なトリケラトプスに匹敵する。オホケラトプスとも呼ばれる。 現在のところ唯一のアホアラモルウさんのケラトプス類である。エオトリケラトプスやトリケラトプス、ネドケラトプス、トロサウルスラプスよりも古く、トロサウルスユタインシスと同時代に生息した。オジョケラトプスはトリケラトプスと極めて近縁だが、より四角形に近いフリルによって区別される。しかしトリケラトプスにおいても、そのようなフリルを持つ個体はいたとし、オジョケラトプスは、 トリケラトプスのシノニムであるとする説や、エオトリケラトプスのシノニムでありトリケラトプスの祖先に当たるとする説もある。約100年前、バーナム・ブラウンは、ニューメキシコ州産不安の白亜気候期の地層からとしては、初のケラトプス類の化石を簡潔に報告した。その標本は収集されなかった深い血管口のある薄い臨場骨や、小さく滑らかな上眼角を含んでいたと、 述べられている。この標本は、カートランド層の上部とオホアラモ層の両方の堆積物を含むことが知られているサイトから出土したものであるが、正確な層序は不明である。上眼価格の骨芯が薄茶褐色を示していることから、この標本は、層序的に上位のデナジンブ層やその上のオホアラモ、層ではなく、カートランド層下部か フルーツランド創上部から産出したものであることが示唆される。ギルモアは、その後、同じ地域のケラトプス類の化石を報告している。その中には、オホアラソウ産の4種類の標本が含まれていた。一つは、フリル断片。二つ目は、深い放射状の血管印象を持つ、フリル断片。三つ目は、類似した断片。四つ目は、タンリバであった。 リチャード・スワン・ルールは後に、これらの標本を、スミソニアンの国立自然史博物館コレクションの、見方ログ化標本として引用しているが、この見方ログ化標本はいずれも現在スミソニアンに、所蔵されておらず、その所在は不明である。これらの標本はすべてオホアラモソウの基部にある、カブレキガンの上部層から発掘されたと、報告されているが、3番目の標本を除いて、 相乗的な位置が明確ではない。その後の論文では、ギルモアがオホアラモソウのケラトプス類の断片的な化石を指摘している。彼はこれをトリケラトプス、ケラトプス、モノクロに薄スと比較して断片的なフリルで、開口部が上記のいずれの属よりも明らかに小さいと解釈した。おそらくこれはミキサイの属であると論じている。残念ながら、 この標本の行方も不明である。その後50年以上にわたって、オホアラモソウからは、新たなケラトプス類は採集されなかった。2010年になって、オホアラモルイソウナーショイビと武装からほぼ完全な、臨場骨、歯骨、肩甲骨などを含むケラトプスの頭骨化石が、サリバンとルーカスによって報告され、臨場骨 SMPVP-1865 を、ホロタイプとして、 オジョケラトプス・フォーレギと命名された。俗名は、オホアラモの角の顔を意味し、首相名は、デンバー・ファウラーデンバー・ファウラーへの懸命である。オジョケラトプスの固有派生形質とされている特徴は、角バった臨場骨である。化石はいずれも断片的であるが、これまでに発見されたケラトプス類の標本はほぼ、オジョケラトプス・フォーレギに属するものと結論付けられた。 オジョケラトプスのような角張った臨場骨を有するケラトプス類は非常に珍しいが他の地域から発見されたトリケラトプスホリドスと同定されている臨場骨でも同様の特徴が見られるためロングリッチは本種をトリケラトプスホリドスのジュニアシノニムあるいは本属をトリケラトプスのジュニアシノニムとみなされると指摘している他の特徴はトリケラトプスより 基盤的とされているが、ホロタイプが臨場骨のみであり、オジョケラトプスであると確定できない標本がほとんどで、ある。ナーショイビトブソウから報告されたケラトプス類の臨場骨の中には、トロサウルスユタヘンシスとされたものが存在する。ルーカスラはこれもオジョケラトプスに含めたが、オジョケラトプスフォーレリのホロタイプよりもむしろトロサウルスユタヘンシスに近い形質であり、ロングリッチは、 オジョケラトプスと同型の臨場骨を含まないものに、ついて、オジョケラトプスと同定することは困難であるとしている。ナーショイビト武装の地質年代は、乱ア案よりやや古いものと思われる。オジョケラトプスは、キタノサウルス類のアラモサウルス、未命名のティラノサウルスか、オジョラプトルサウルス、グリプトドントペルタ、ジアペルタ、ナーショイビトサウルスなどと共存していた。 スコット・サンプソンらによる系統解析で、オジョケラトプスは、エオトリケラトプス、トロサウルス、トリケラトプスと共に、トリケラトプス属を構成するとされた。ロングリッチによる2014年の系統解析では、トリケラトプス・ホリドスと、トリケラトプス・プロルスの中間に位置する、姉妹群とされた。オジョケラトプスは、初期のトリケラトプス、あるいはトリケラトプス・ホリドスの祖先である。 可能性がある。またトリケラトップスの南方起源説を強化するものでも、ある。以下のクラドグラムは2015年のカレブ・ブラウンとドナルド・アンダーソンに基づく。ありがとうございます。